この赤半分集めてきた。だってあれだよ、あのルート的にはスター3あって、あとあの何ロボトニックゾーン行って、あのなんだっけあれくるくるしてながら帰ってきて、で今やってるこっち側の奥の透明化でやって、であと序盤の変な謎の赤コイン、その辺に落ちてる赤コイン回収したら、あとあれで、ね、前のあそこやって終わり。まあ、言われてみれば確かにまあまあ長いな。それだから TD と言ってること同じだよ。TD 俺難しいとこないでしょみたいな。TD はさあれがあるじゃん、レオパとか。いやあ、キモいぞこれ。おい。いやレオパとかって言うけど、それを軽々しく超えてくるあいつが前田敦子がいるから言う。まあそっか。あれだからカメラ吹っ飛びながら壁蹴んなきゃいけないから。あ、そういえばさ、あの、ゆかさん、あの、制作するじゃん、ステージを。で、テストプレイな、したいなって思うのさ、あの、元書いてたステージに上書きってどうやった？上書き？え、普通にオブジェエクスポーターで書き出して、普通に上書き保存すれば。あ、ロムマネの話。ロムマネ？うん。普通、あー、そっか。知ってなかったわ。あれ、わかんなくてさ、わっかのちょっと遊んでた時はエリア2に1回移してエリア1消して、いやだるすぎてくさやった、わかんなすぎて。普通にオブジェクトインポートみたいなない、エリアインポート、なんかエリア選択するとそこの中にインポートっていうエリアなんとかみたいな、どんまに開くわ、ちょっと待って、あるんだけど、そっからインポートみたいなボタンがあってそっから行けるんですけど、あ、うまい、うますぎ。これ開きます。で、なんだっけ、はい、これなんだっけ、わっきょっかね、ここ判定狂ってるわ。球面と同じ作者かよ、ほんとに。作ってる時期によってさ、違うもんだ。ロボトリックランド絶対最初の方に作っただろ。なんか面の消し忘れめっちゃあるし。そうなんだよ。消し忘れあるって。いや、だからあったよ。なるほど。これ LU2 作ったのって、ハックナンコが作ったの。2個目だよ。しかも1個目作ったのは1個目ステージ3つしかないじゃん。あ、そうなの。あー、LU は3つしかステージないじゃん。あ、じゃあまだ、あ、ひよこの時に作ったの、ひよこずるいの3個って俺と同じだけど、 LU1 ってそういうステージが多いからね。あー、 AT、LU はあれなんだ、普通にレーティング5あるから、ちなみに負けさせるじゃん、負けさせる、5は高いって。なんとかなんとかキングスカートレットキングダムなんとかなんかなんとかみたいなステージ、ダークシュラインも、ダークシュラインもレーティング入ってないから、ダークシュラインも入ってないし、おい生えてるけど、ステージの BGM 以外で全てが綺麗だ。
BJ もそんな好きじゃないんだけど。はぁ。はぁ。まだユーカスフラワーガーデンの方がいいわ。ユーカスフラワーガーデンって比べたら、どっちだろう。世界一面白い歌舞伎。あ、でも今のおっきいさんなら。おお、カメラがグワングワンしてます。カメラマスターだとおっきいさんなら。ロビー級怖いんだけど。ああ。危ねえよ。おお。これ一枚目やべえ。あの一番最後のとんがりでたくさん死んだわ。じゃあむずいねあれは。これだよ。ルッチさんから返信きたー。え？リビューバースルッチ少々ユッチです。だから何やったの？返信バグ。どっちが逃げ返信バグ？え、何の返信？DM 普通に DM と。それぞれ別に用事があって。ああ、そういうことだよ。DM 送ってない。変身全然勝ってくれーってめっちゃ行きたいけど10月5日超えないと動けない。なるほど。あー東京なんで確か。よし。いや、俺すごい強かったんだけど。いや、むずいよ、これ。つまり、あー、あのさ、あれにちゃんと名前つけよ。あの、いい。坂はさ、JK でさ、山なりになってるとこかわすやつ。エバーラスティングアンコールって呼んでたけど、勝ってる。長い。エバーラスティングアンコール。うん、名前つけてるやついるけど。いい坂。それ、いやでもそれに伝わんないもんね。エバーラスティングアンコール。いいみたいな坂で大体伝わるだろ。いいみたいな。いいって結構いろんな理由いっぱいあるから。わかりにくい。1、2、3。なんて名前つける？5、6、7、8、9、10、11。やっぱロボトニックランド。ロボトニックランドって、でもなんかギミックって感じはあんましねえけどな、あれ確かに、でも L 数多いじゃん、あれ。確かに、バリシキャップもある。VC にはやっぱ。ああいう感じのものなんかない。いいんだよ、あの、サスケとか名前ネーミング分かりやすくていい。サスケファーストステージ、一番最初にあるやつ。トン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 って。何がいいんだろうな。なんだろうね。あれ何なんだろう。あの動き意味わからないです。
おじいさんが耐久パーマだったな。こっちで。おめえここまで来れねえんだ。怖いな。いるぞ、勝手にするんじゃねえぞ。ちょい。JK していくか、なんとかキックみたいな。今なんか登山とかの方がよくねえと思う。登山、いやでも登山登頂してるわけじゃないけど、なんか真横にずれてるみたいな。いいじゃん、登山と下山で。登山と下山、いや登山と下山だったら結構わかりにくい。登山してるのと下山してる瞬間が一瞬で行われるからめっちゃ難しい。じゃあ山登り、山登り、おっちゃん、あれ、あーさあ来ました登山。あ、これどうやったっけ。特攻下山。いや降りてないだろ。全然降りてない。マウンテンキックで略して MK にしとく。マリオカート、マリオカート、うん、MK、 もうマリオカートでいいよ。マリオカートとかいい。マリオカートいい。ジジさすがに、もっと実績もしかない。これね、アサンドした後引き坂の落ちる可能性がある。わー、テレレ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 レ何を考えているんだ。いや、まあ、クボミスター。あーだ、ぴったりで作る必要あるか。え、なんで、まあ、ぴったりにする必要ありますか。いや、まあ、参考程度に。あ、なるほど。あんまり、だってクボミでかすぎてもあれだな。あー、てか SOTV の石ついでやがる。いや、そんなに C1 だから、先生対策を見じゃないけど、フェイメル2の B1 のクボミ許せない。普通に分かんないから、あれくぼみって言ってるかわかんないけど、 LU2 の B1 で一番難かったけど、あの通常スター、あ、通常スター、テクスチャー変えてなんか仮面だけに入る、あれ待てよ、どれの話をしてるんだ。 KBR2 のさ、 KBR2 か、 KBR2 LU2 に聞こえたわ。 LU2 の B1 のくぼみっつってスターハッチのことかと思って、エリュウツーのあれね。B1 の、入り口からすぐ取れるやつね。そう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 。あれガチわかんなかったから、普通に調べた。ああ。俺、人だけ足りねえ。普通に下落ちたと気づいたわ。テクスチャーのあれわかった？いや、普通になんか、ね、下落ちて、時に壁、透けてスター見えたの。ああ。全然。下に落ちなかったからさ、全然わかんなかった。だね、鳥取さんいつ気づかないって言ったけど、鳥取さん落ちた瞬間ね、QL するからね、気づかないんだ。ああ、
そうだ、あれ追跡するもん。最初の方はその辺り見たいなと思って。そうね。あんなとこであったのか。で、一旦これでやってみるか。ステージ作りにハマると時間マジ一瞬で解けるよ。いやでもおもろいね、やっぱ。そう、おもろいんだよ、最初は。最初は。たくさん作りやすいと。だんだん ね、ネタがなくなってきてね、しんどくなる。あ、ちょっと待って、あのさ、この、お、なんだっけ。OBJ エクスポーターにさ、エクスポートしたときは全部言える。言える。全部言える。これで入力しすぎなきゃ死ぬことないからな。はあ、おかしいな。俺は20分前ぐらいにこの光景を見てたはずなんだけど。どこあるよ、どこに聞いたら、どこに聞いたら入らないか。あー、ういー、はい、だいこれは。まあまあ流行ってる。出た。俺、なんか悪いこと言った？俺、なんか悪いこと言ってる？間違ってること言ってる？なんか間違ったこと言ってる？言ってたら教えて。はい。はい。なんなん、お前。これが新しい社会人の一部らしいです。えぐいなぁ。今日の長寿の裏ってのはこれが。おだるい時の、だるい時の上司マジそれだから。衝撃のシーン。あらせいで2目にしちゃ難かったな。3面より難かった。それなんか2面より3面分で3面より4面の方が簡単にとかいろいろあるガスでそれ起こるよなと。わかんねえだもん、簡単な難易度。それはそう。多分スメジも3面2面より簡単にしようって言われてるから。あ、そうだ。なんかあの難易度の感じでどんどん難しくしていくと終了するから。ああ、気にしてないと思ってた。いや気にしてるけどね。もう12面の段階で気にしてないのかなと思った。いやあれはね、いや違う、そもそも論シングルスターの中から難易度ばらつきできるようになってるから、チャプター3
に。マックスこうなるよってだけなのかな。だって徐々に難しくするとかじゃない。あ、赤終わってないっけ。あ、赤終わってない。あ、リミューさん、だったな。バケモンです。あのぶっ壊れ人間から。メランコリーより難しい。メランコリーより、まあ、むずいかなぐらい。っていうスターを気軽に取るんじゃないよ。ほんと、正解。もうその辺難しくないんだろうな、あんまり。いや、むずいんだろうけど、取れちゃうんだろうな。俺らのその感覚と多分全然違う。それこそ俺らがレート4とかやる感覚あるんじゃない。ステージの作りがめっちゃ KBR2 に影響を見てる人やエピラツをやろう。やってないから。やってないし、やる予定もないから。真ん中スタートしがちだから、KBR って。あー、そうなんだ。うまい。正解。あぶな。よし。まだまだ。いやー、ナイスリカバリー。ダメージ食らいすぎて死ぬ可能性があるから。ジジ。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー。G 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 G